こんにちは、サラです。今回はですね、ファシオの新商品を紹介していきたいと思います。これファシオ T シャツを作らせていただきました。後ろもね、ファシオと入っております。はい、まずこちらです。7月16日に発売されたファシオラッシュリペアセラム。ファシオからまつげ美容液が登場しました。まつげの張り越しアップを叶えるとともに、目の際からまぶたまでこれ1本でケアできるまつげ&目元用美容液です。まぶたにも使えるのと、朝スキンケアした後に塗って、その後マスカラとダブル使いするのがおすすめだそうです。目の際までしっかりフィットする雲型のチップになってます。これによって目元の隅々まで美容液を行き渡らせます。まつげ補修成分配合で傷んだまつげをケアし、美まつげをキープします。早速塗っていきます。このチップめっちゃ塗りやすい。液はね、結構とろみがあって、まつげ一本一本にしっかり均一についてくれます。私はですね、これ上から下にこう塗って、やっぱ毛だけじゃなくて根元にも塗りたいので、まぶたに塗る勢いで指で伸ばしてます。はい、ということで、最近暑いので落ちにくいマスカラを改めて紹介させていただきます。ファシオパーマネントカールマスカラウォータープルーフかっこボリューム。自然なボリュームカールが続くウォータープルーフマスカラです。パーマネントカール成分でつけたてのカールをきっちりキープ、上向きカールを持続させます。で、最近ね、雑誌読んだんだけど、このカールキープ力がすごいってね、紹介されてました。で、ファシオのマスカラはすごいね、いろんな種類があるんですけど、これがね、一番人気らしいです。ちょっとこっちだけに塗っていきます。はい、重ねて塗ってもダマになりにくくて、ふわっとね、軽い使用感で馴染んでくれます。こっちが塗ってない方で、こっちが塗ってる方です。涙、皮脂、擦れにも強いので、プールとか海行く時にも良さそうです。はい、そして今日情報解禁なんですけど、なんと秋色の可愛いカラーマスカラが発売されます。こちらです。じゃーん、パッケージもめっちゃめっちゃ可愛くないですか。ファシオパーマネントカールマスカラハイブリッドロング。はい、中身こんな感じです。お湯と洗顔料で落とせるウォータープルーフマスカラから、ドライフラワーを想起させる柔らかな色合いの4色が限定発売します。で、2022年秋のテーマはドライフラワーコレクションだそうです。重ねて塗っても重たくならず、馴染んでくれて、好みに合わせたセパレートロングまつげが続きます。ウルトラロングラッシュファイバー成分配合で、時間が経っても繊維が落ちてきません。さらにパーマネントカール成分配合でカールキープ、上向きカールを持続させます。ということで、ちょっと腕に塗っていきたいと思います。で、これね、色の名前が花言葉になってるんですけど、これが101番の永遠の幸福、青いカーネーションの花言葉。これもまたね、絶妙なブルーなんですよ。で、こちらが102番、切なる願い。今回ね、これがメインカラーで、ピンクの霞草の花言葉。で、こちらが103番、秘密の恋。ミモザの花言葉です。で、これが104番、恋の思い出、チョコレートコスモスの花言葉です。はい、まずこっちに101番塗っていきます。はい、そしてこっち側に102番。はい、こんな感じです。透明感が大爆発。こっちはね、シャドウを結構濃いめにした方がまつげ際立つかもしれない。
アイシャドウ濃いめにしていきます。はい、こんな感じで結構濃いめに塗ってみました。はい、そして次103番を塗っていきます。はい、反対側に104番塗っていきます。はい、こんな感じです。で、私のお気に入りカラーはこちらの103番です。まつげがね、一気に秋っぽくなって、いつものメイクと一味変えられます。はい、ということで、せっかくこの T シャツを作りましたので、ファシオの中の人にプレゼントしに行きたいと思います。行ってきます。はい、ということで、この昴生さんの本社に来ました。不審者なんですけど、完全にこれでもう本当に来ると来ちゃいました。めっちゃいい匂いする。あとマジで場違いです。で、なんかあの今会議してるらしいので、端をアピールしながら突撃していきたいと思います。いくよ。大丈夫のはずです、多分。大丈夫です、はず、大丈夫です。いくよ。こんにちは。え、じゃあ私を見て、よろしくお願いします。やば、かっこいい。お願いします。すみません、あの、こっちすぎて会議中に。ちょっと視聴者さん的にも私的にも聞きたいことがありまして、ちょっとそれをぶつけてぶつけようと思ってやってきました。よろしくお願いします。お願いします。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、PR を担当しております N と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ファッションのメイク担当をしていますM と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではちょっと早速なんですけど、質問いっぱい持ってきたので、はい、質問させていただきたいと思います。お願いします。まず、なんでファシオのことを振ったんですか。応援していましたっていう質問が来てるんですけど、うん、振ったわけではないですよね。振ったわけですよね。わけではないですが、はい、まあ、新たなファシオさんを、はい、期待していただければと思いますので、はいはいはい、じゃあファシオの本質はいるってことですね。本質はいます、ね、はい、だけど、はい、新たな一面のファシオを見てほしい。カムアップしたファシオを、はい、お見せできればと。そういうことです。はいはい、そして次の質問なんですけども、マスカラの替え時を教えてほしいですっていうのが来てます。毎日ご使用いただいた場合は平均で3から4ヶ月が目安と思ってます。あのお湯落ちウォータープルーフマスカラなんですけど、はい、お湯落ちとウォータープルーフって真逆じゃないですか、はい、それをこうどうやって実現できたのかとか、苦労したポイントとかってありますか。はい、自社オリジナルの原料を開発したっていうところがあって、うん、汗や涙に強いそのウォータープルーフ効果と換気効果と落としやすさの両立ができるような機能を入れたっていうところで、うん、ちょっと難しいところではあるんですけども、はいはい、後世ですね、研究がすごく得意な会社でもあるので、はい、もう長年の研究
研究成果のおかげでっていうところで、はい、研究者さんがめちゃめちゃ頑張ったってことですか。そうです。すごいですね。以前出していたブラシ、細めのマスカラを再販してほしいっていうご意見いただいてます。実はマスカラ出てるのと同じ形状のブラシがあってですね、ジロマスカラ、はい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 、こんな感じの細いブラシが実は出てるので、はいはい、全く同じのに、うん、これお借りします。はい、あ、じゃあ前の出ていた細マスカラと同じ細さでこちらをお使いいただけるということでございます。こちらがパーマネントカールフィクサーで繊維入りのものタイプです。長さ出したい方はこっちがおすすめです。でこちら私からの質問なんですけど、今回まつげ美容液が出たじゃないですか。で結構パチオさんってこうメイクブランドってイメージが結構強いんですけど、このケアアイテムを出すきっかけとかってあったんですか。まつげ美容液の市場が拡大しているっていうところから、はい、今まで落ちない機能っていうのを箸を訴求してきたんですけれども、それに加えてまつげのケアっていうところも今後訴求したいなっていうふうに思って、発売するときに至りました。なるほど、はい、今までの箸用にさらにこうケアするよっていう、そうです、うんって感じが加わったって感じですね。そうです、ありがとうございます。はい、こちらもですね、結構質問多かったんですけど、パシオの中で売れてる商品トップ3ぐらいあれば教えていただきたいんですけど、一番はやっぱりマスカラですね。はい、全体的にですか。特にあのジェットネットのマスカラ、ウォータープルーフが結構多いんですけど、ボリュームタイプなんですけど、はい、ボリュームの方が人気なんですか。ボリュームが一番人気なんです。そうなんですね、意外、意外なんか私今日ロングタイプ使ってるんですけど、ありがとうございます。皆さんロングタイプ好きかなと思ってました。割とそうです。あとはアイブロウ、そうですね、意外とアイブロウアイテムとかも人気で、細い、あ、はいはいはい、ちょうどいい細さですよね、これが。細すぎず、太すぎずって感じで。眉尻もフィットします。あとは、はい、ペンシルアイライナーですかね。展開、展開もめっちゃ本気ですね。あ、ペンシルなんですね。リキッドじゃないんですね。あ、滑らかです。描きやすいです。描きやすい。ちょっとなんか珍しいんですけど、涙袋とか使える、ピンク系の。04番、はい、見るか、こんな感じのコーラルピンクですかね、うん、めっちゃ可愛い、うん、なんか粘膜カラーっぽいですよね、うん、そうですね。やっぱ人気はブラウン系ですか、カラーとしては。そうですね、うん、あ、いい色みんな使いやすい色、うん、こちら2番です。あとはパウダーファンデーションとかですか。塗りしても全然あの粉っぽくならない、うんうんうん、なんか粉っぽくないですよね、すごい滑らかな塗り心地ですよね、うんうん、なのに、うんうん、ウォータープルーフ、うん、そしたら担当者さんのお気に入りおすすめコスメあれば教えてほしいんですけど、私の一番のお気に入りはやっぱりマルチスティック。あ、これ何番ですか。これが3番で、少しラメが入ってるカラーで、はいはい、とても可愛いんですよ。あ、さっきのライナーと色結構近いんですね、うん、妹と頬と口元に使えるので、うんうん、これ1本でほぼほぼメイクが完成できちゃいますね、うんうん、あと私のおすすめとしましては、はい、エアリーステイマユウユウイという商品なんですけど、下地なんですけど結構トーンアップの使い方で、はい、こちら買いました。しかも安いですよね、うん、安いです。 SPF30PA3+、 もうデイリーに使いやすい。ちょっとピンクがかったお色の下地なので肌がトーンアップして、うんうん、クレンジングさせていただきます。うわ、水よ水よ全然取れないやばいやばい。はい、そして今すごい落ちにくかったんですけど、パシオの中で一番落ちにくいメイクの組み合わせ とか、その夏におすすめの
組み合わせを教えてほしいです。レースでおすすめしたいのはこのエアリーステイメイクスタジで、これ大好きです。ありがとうございます。すごい崩れにくい肌にしてくれるので、これの上に先ほどご紹介したパウダーファンデーションを重ねるとですね、本当に人の夏でも汗とか水とか、うん、強いスッと肌を作ってくれます。今日この2つでメイクしてます。わっ、嬉しい嬉しい。アイブロウはおすすめなんですけど、パウダーファンデーションとアイブロウ、はいはい、結構染料が入ってるので、うん、もうティンプを、本当に落ちにくいアイブロウにしてくれるアイブロウになります。眉毛アイテムでティント系ってあんまないですよね。ちょっと珍しい、珍しい。パウダーだけかなと思ってたんですけど、染まる成分も。そうですね。リップなんですけども、はい、ティントタイプのワンデーアートメイクルージュは、こちら落ちにくい成分になっているので、こちらおすすめですし、UV効果があるティントリップ UV、クロスタイプ、はいはい、こちらも SPF が12あるので、こちらも、塗りながら UV ケアできるということで、おすすめです。ありがとうございます。で、結構落ちにくいっていう感じが強いんですけど、肌への負担感は強くないんですかっていう質問が来てます。馴染み続く手法をブランドとして掲げておりまして、はいはい、本当につけている感じがしない、あと彼氏用感の成分とかも応用させていただいています。成分はいはい、そういった手法も掲げております。企業プラスパソコンが今回の塩で叶えられたということになります。パシオポーズですか。パシオポーズ。パシオポーズあるから。パシオ。負けた。パワーアップした。すげえ。パワーアップした。パワーアップした。お好きになっていただければ嬉しいです。好きです。ありがとうございます。続いてですね、パッケージとかロゴの大規模な変更がありましたが、その後どんな変化がありましたか？結構今までの前のファッションって、若い方にはあんまりご指導いただけてなかったりしてたんですけど、今回は若い世代の方にもお使いいただけるように、ちょっとパッケージもリラックスできるようなメッセージとか、このパッケージも変更したりとか、このパッケージとかも、20代の、あとインフルエンサーさんもキアメイクとして打ち合わせしながら、作ったものになりますので、パッケージも可愛いです。可愛いです。はい。掛け替えもしていただけるっていう商品に。確かに、そのパッケージを変えるってなった時に、社内でどういう反応だったんですか？なんか反発とかってなかったんですか？こう、そんな変えちゃっていいの？みたいなとか。結構最初はざわつきはあったんですけど、ああ、はいはい、ここでも若い女性社員中心に意見出し合って、でインフルエンサーさんも一緒に、そうですね、一緒に討論してできたのか、上司も納得としてくれました。そうですね。これいいと思います。前のも良かったですけど、もっといいと思います。はい、次ですね。スティックコンシーラーは復活しないんですかと来てます。皆様から結構ご要望いただいてるアイテムですし、大変ご好評いただいてたものになるんですけれども、今の段階ではちょっと検討中っていう。あ、でも検討はしてらっしゃる、はい、そうですね、人気なのでっていうところで、はい、シェーディングスティックは検討されてないですか？実はですね、はい、現在発売している8番のキャラメルキスっていうカラーに関しては、社内でも小顔印象スティックっていうふうに言っているような感じで、はいはいはい、シェーディングのように使えるカラーなんですよね。あ、本当だ、確かに。しぼかしたりしてると、フェイスラインとかにも使っていただけるようなアイテムになってるので、はいはい、シェーディング探してる方はファッションのスティックでどうもスティックで、ちなみにこれマルチスティックって今後新色出るんですか？もっと青み系シェーディングがあったら
嬉しいなって思えるんですけど。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと会議にあげてみてで、お次がですね、これ私も気になってるんですけど、アイシャドウパレットとかは出ないのかなってきてます。今現在発売しているグラデーションアイカラーっていうのが5色出てまして、はい、ちょっと今後の色展開とかも検討していますし、うんうんうん、まあ、そういったご要望もあるっていうのを踏まえてパレットが出てたっていうところでもあるんですけど、うん、ただ2色ね、実はこれ入っているので、うん、2色使いというか、1色単品じゃないので、パレットのような使い方ができるかなと思いますね。検討中。検討中でございます。4色か5色ぐらいあったら、はい、ね、嬉しいですね、やっぱり。あの、開発するとき呼んでください。お願いします。そうですね。ぜひ、お願いします。で、今回新色カラーマスカラということなんですけど、うん、おすすめの使い方とかテクニックとかってありますか？例えば普段ブラックのマスカラを使用している方とかであれば、はい、上まつげはブラック、うんうん、で下まつげはブルーで仕上げていただくのがすごく可愛いのでおすすめです、これあのさっき家でつけてたやつなんで巻き戻して見てください。ピンクベージュっぽいカラーを目尻だけにつけてみるっていうのもすごくおすすめです。え、上まつげの目尻だけってことですか？あ、そうです。一回全体をつけていただいて、この目尻にピンクをつけてみると、うんうんうん、少しアクセントになって可愛いです。うんうんうん、確かにおしゃれつけまつげみたいな感じになりそうですね。確かに目尻に結構カラーをつけまつげで、そうですね、うんうん、最後の質問でございます、今回の新作のポイントをぜひ教えてください。まずマスカラとしましては、今までだったらハイブリッドマスカラの落ちにくさっていうところと、はい、うん、お湯と洗顔で落ちる落ちやすさっていうところがありながらも、黄色のドライフラワーをイメージしたニュアンスカラーっていうところが合わさった、ちょっとおしゃれなマスカラになっています。めっちゃ可愛い、うん、可愛いですよね。いつものメイクのアクセントに入れていただければ、うん、ありがとうございます、うん、これ限定なんですよね。そうなんですよ、限定だからこそ今買うべき。まつげ美容液に関しては、はい、このたっぷりの美容液成分と、ちょっとよく見ていただくと雲形チップになっているんですね。見えますかね、これこんな感じで、ふわふわの雲形チップで、まつげだけでなくて目元の隅々までビューティー際立せることができますし、まぶたにも使っていただける美容液になっているので、結構しっとりしてますよね、うん、そうなんですよね。アイシャドウのノリもちょっと良くなりそうなんです。そうですね、ありがとうございます。この朝晩にこのまつげ美容液を使用して、お昼にこのウォータープルーフマスカラを使うことで、より快適にまつげの印象をパワーアップできるということですね。ぜひこちらチェックしてみてください。ということで、突撃して申し訳ありませんでした、本当に。そして質問答えていただきありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったですね。いつでも呼んでください。いいんですか？いつでもこれ着て行きますんで、はい、お待ちしております。あ、あとプレゼントがあるんですよ、ちょっと。お待ちしました。何でしょう？あー、すごい、いいですか？やったー、やったー。ぜひ着てください。毎日着ます。ありがとうございます。会社でも着ていただいて。そうですね、会議中に、はい、そうですね、はい、ゲストからオンライン通話するとき、これも使っていただければ。本当にありがとうございました。ありがとうございました。新たなファッション思い受け取りましたので、視聴者の皆さん、ぜひファッションよろしくお願いいたします。ぜひお願いします。